おはようございます。今日もきっすりにやってきましたけどね、今日はちょっと雲とはちょっと違うところだったんですけど、昨日までね結構雨が降ってたせいか知んないけど、めちゃくちゃ濁ってますね。まあ雨は上がったんですけどね、まあんまり釣り人もいないし、どこかな、向こうにおるのどうなのかちょっとよくわかんないですけど、まあちょっと様子見てみます。開始早々ですけどね、目の前にあの漁師さんの船がやってきて、目の前に立ち網を入れていきました。これはあかんやろ、目の前に網入れたな。あ、遅わ、あいつだよ。全く当たらんね。どうするやな、ここでは釣りできんやんかよ。当たりもないし、目の前に網入れられたもんで、ちょっとしょうがないで移動しましょうか。はい、というわけでですね、こちらに移動してきてみました。まあちょっとやってみたいと思います。よいしょ。けどちっちゃそうやな。うわ。なあ、シェイゴか。まあ釣れた。ちゃあ釣れた。別にどこがいいとかいうわけでもなく、どこへ投げてもおるんかな。まあこれもちっこいな。まあまったりとこういう釣りもいいんじゃないんですか。こんなとこしか場所が空いてないというね、この釣りブームもいいんだかどうなんだかみたいな。まあしょうがないな、基本的に早いもん勝ちですからね。キリリ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 。まあこんなサイズばっかりやけどしょうがない。今日も南蛮漬けがいっぱいできる。近いとこにもおるね。この醤油ラーメンみたいなでもちゃんと餌を見つけてくれるんやな。よっぽど目の前に餌がこの見つけてくれるのちゃうんか。そんなことはないか。まあまあ 1,2 食でも当たるやん。あまり気張って投げんでも近くで当たるね。さ
歯を変えたいぐらいやね。ルール。しゅ。どこへ投げても当たりはあるけど、サイズは変わらんね。この辺はね、もうちょっとええサイズも来るはずなんやけどな。なんかいまいちやね。なかなか針全部についてこんな。これもあれやな、投げ竿よりもシーバスロットとかの方が楽しいやろな。そんな投げんでいいやし、竿を取っ換えたいんやけど車まで戻るのがめんどくさいでね。あのテトラを越えていったらまあ車まで戻れるんやけど、竿変えるかな。ここでもおるな。特にどこっていうことなく、まんべんなく魚がいる感じですね。ものすごく密集しとるかちょっとそうでもないし、これそれこそさ、浜から長い仕掛け使って投げたらたくさん釣れるんじゃない。ちょっと潮が引いてって浜から投げれるようになったら、数釣りの練習するにもいいかもしれないですね。当たりゃキスやね。一匹だけ生後が来たけど、全目もおらんし、フグも目落ちもおらんし、キス率高くて、まあ、ちょっとちっちゃいけどな。まあまあいいんじゃないですかね。この水の色ね、ずっと雨続きやでね、たまたま今日は晴れるっていう天気予報やったけど、それでもまあこんなもんやでね。まあ釣りができるだけマシ。おっ、ルール。ちょっとマシ、ちょっとマシやね。あばらば、ちょっとマシが逃げていくやんかよ。まあね、毎頭 2,3 匹ずつ釣れるで、割と釣れる方じゃない。本当はね、まあ浜から投げたいところなんやけどね、浜がね、多分入る場所がないぐらい人がおるんちゃうかな。そこだってさ、入る場所がないぐらい人おるで。まあ仕方なくここに来とるが正解なんやけど、なかなか4つ釣れんね。内藤3つや。なんで？あー、まあ激震はないね。小型のキスがポロポロと釣れる感じですかね。まあ、まあいいんじゃない。
南蛮漬けサイズがたくさん釣れますよ。ちょっと当たりが減ってきたかな。サイズもちっちゃなってきたし、先週その前ぐらいか、まあ、ではね結構藻が切れてて釣りにくかったですけどね。まあ目の濁りがちょっとひどいけど、この濁りがなくなったらもっと釣れるんじゃないのかな。そんなに甘くない。ちょっと小さかったな。先週はね魚影が薄く白くっていうとったけど、ここの方が魚影は濃いな。まあ白くっていう意味ではここも一緒。あかん、日が照ってきだした、やばい、暑い。あれ、さっきのちょっとマシっぽかったのかかってないか。その潮止まりのはずやのんな、関係なく食うな。うわあ危ない危ない。ああまあ朝の5時にねいつもの千代崎行ったらもう入る場所がなかったもんで仕方なくここへ来たんですけどね、結果往来じゃないのかな、どうなの。まあでもサイズは小さいな。いや塩崎も一緒やしな。全目がおらんのやね。そういや先週はね、下道祭りやったのに、場所なのか何なのか知らんけど、なんかね、下げ潮に入って当たりが遠のいてきましたね。一匹やね。そろそろ終わりにしましょう。おう、まあまあ釣れたんじゃないんですか。